おはようございます。こんにちは、さくらです。今回はですね、質問コーナーじゃないや、質問募集。質問コーナーってちょっと恥ずかしくなるから、質問募集したので、それを答えていきたいと思います。なんでこんな小学生みたいな言い方になってんの？まあ、ひとまずですね、今回、たくさんのご応募じゃねえや。たくさんのご質問いただいたんで、今回ね、皆さんと一緒に、発表会ですよ、皆さん、発表会。発表会の時ってちょっと緊張するよね。ちなみに俺は緊張してないけど。とりあえずですね、見ていきますか。いやー、ちょっとね、いっぱい来てたんで、これ、今スマホでね、撮ってるんだけど、スマホの方が俺撮りやすくて、前回ね、パソコンの画面で撮ったんだけど、今回スマホの画面の方がやりやすいということで、見ていきたいと思います。これね、1個下の、こちら。グッドボタン押し忘れてたね。はい。16個目のグッドボタンもらいました。質問募集ということで、2週間過ぎてますね。ごめんなさい。で、右下見ていただければわかると思うんですよ。たくさんのね、コメントありがとうございます。いやーもう、5万件ぐらいのね、ご質問いただきまして、もう日本の人口で言うとさ、半分ぐらいの人がね、俺に質問くれたんですけど、とりあえず、早速、見ていきたいと思います。行きましょうか。まず、先にね、ちょっと読んだんですけど、一番上から行こうかな。いや、どうしようかな。ちょっと待って。どれからがいいと思う？どれからがいいと思う？みんな。一番下からのもいいけど、うわ、一番上もいいな。どうしようかな。どうしよう。はい、一番上読んでいきましょうか。こんな声じゃないな。多分この方。どんな声だろう、この人の。ちょっと待って、カイさんがどんな声かがちょっとわかんないな。推しは、誰ですか？違う。ちょっとなんか、民謡っぽかったな、今。なんか、曲みたいな感じで言っちゃった、今。推しは、みたいな、こう、ちょっと、ね、おばあちゃんのビブラートかかっちゃった。多分この人こんな感じじゃないと思うから、ちゃんと読むわ。いきますよ。推しは誰ですか？どんな界隈でも良きです。いやー、もう推しは、さっきのが出てきてしまう。今のさっきの民謡の俺が出てきてしまう。推しはが出てきてしまうんだけど、とりあえず、まず2次元から行こうかな。2次元から行くと、この方のアイコンの、東雲エナですね。まあ、真面目に答えるとそうだよね。うん、皆さん、プロセカの俺の動画見たことあるか知らんけど、その動画見てくれればね、もう一目瞭然でわかると思うんですけど、俺の2次元の推しはエナなんですね。で、3次元ってなってくると、箱庭リリーさんが出てくるかな。箱庭リリーさんのことはさんとか出てくるかもしんない。やばい。普通に真面目に続いて見ていきましょうか。YouTube を始めな。もう一回言って。YouTube を始め真面目に読まないと始まんなじゃないよ。もう始まってるけど。真面目に読まないと俺終わんないんだけど、これね。なんかふざけて読んじゃうわ。YouTube を始めようと思ったきっかけは何ですか？うわ、めっちゃいい質問来てる。ちょっと待って。俺、これ真面目に読むべきだったら、こんななんか、YouTube みたいな、こう、ナレーションみたいに言う必要なかったね、一定級の。はい、10分ぐらいね、ちょっとね、思い返してみたんですけど、あれですね、思い出しました。まず最初に見たのが、ゲーム実況動画だったんだよ、俺。最初にね、スマホゲットして、アクオスっていうね、なんかね、青いね、やつ、買ってもらったんだけど、スマホね。で、それが、初めてのスマホデビュー、だったんだけど、その時にね、Google で最初に検索した言葉が、青鬼だったのよ。で、青鬼って調べて、出てきたのがゲームだったのよね。で、そのゲームの青鬼が出てきて、なんだろうと思って見てみたら、その動画はゲーム実況動画で、まあその方っていうのが誰かっていうと、有名な昨夜ヒカキンさんだったんですけど、その時からですね、ゲーム実況動画いいなと思って、俺もやってみてえなと思って始めましたね。あ、ちなみに俺の最初の動画、実況動画じゃありません。どうすれば音ゲー上手くなりますか？いや、もうこれに関してはですね、音ゲーをやってる中では俺正直あんま上手くないのよ。音ゲーをやってない人からしたら上手いんだけど、やってる人からしたらあんま上手くないのあんま上手くないのかわかんないけど、まあ普通ぐらいか。普通よりちょっと毛が生えたぐらいぐらいだと思うんだけど、まあ俺は、まあ、上手いっていう体で話すと、まあ俺を上手いと思ってくれるんであれば、まあ俺のおすすめとしてはあれですね。マーシャルマキシマイザーよ。マーシャルマキシマイザーの食べてすぐ寝て牛になる、起きてまた寝て人でなし、つまり、ニートになりましょう。どうして昨夜っていう名前にしたのでしょうかAI みたいに読んでみたい。いや、ちょっと違うな。どうして昨夜っていう名前にしたのでしょうか。いや、もうこれに関してはですね、めっちゃ俺迷ったのよ。で、いろいろ考えて、もうどうしようって悩んだ結果の答えなんだけど、漢字がかっこよかっただけです漢字がかっこよかったのね。呼び方と漢字がかっこよかったのだから昨夜という名前にしました。これかっこよくない？昨夜だよ、昨夜。東方にもいらっしゃると思うんで、いらっしゃるってなんだ？いると思うんだけど、昨夜っていう全く漢字も同じでね、もう読み方も同じなんですけど、まあ、被っちゃうってやつ、くっしゃ。じゃあラストいきましょうかね。憧れのちょっとなんか、新しいメロディーできたな。憧れのみたいな、そういうなんかしょうもなさそうな歌だなそれ。憧れの YouTuber さんはいますか？憧れか、いっぱいいるよね。これめっちゃいるから、ちょっとちゃんと答えていいかな。ダメ？あ、ダメか、ごめんなさい。まあ、ひとまずですね、俺が一番憧れてる人誰だ誰だろう。待って、誰だろう一番憧れてる人。ちょっと考えてみるわ。数秒考えてみる。25秒ぐらい考えてみるわ。ハッピーで埋め尽くして、レッツインピースまで。これってさ、音楽アーティストとか合わせていい？ダメかな？ YouTuber さんだもんね。いや、YouTuber さんっていうカテゴリーで行くんだったら、真面目に答えると、キヨさんと小田健さんかな。うん、この二人。この二人が2強ですね、俺の中で。もうこの方のおかげでいろいろ救われた部分が今は出てこないけどあったと思います。ありがとうございます。で、音楽アーティスト合わせるんだったらもうね、これは強いよ。綾瀬さんとつみきさんと誰だ、他誰だろうね。うん、まあとりあえずこの2人かな。この2人がいきなり出てくるね。あの人天才だから、みんな曲聴いて、うん、曲聴いた方がいいと思う。そうしないと人生損すると思うぐらい、めちゃめちゃいい曲作ってる方なんですけど、多分 YouTuber っていうカテゴリーではないんだよね。よっしゃ、一通り終わりました。ありがとうございました。5000万件の、質問の中から、5件だけ選ばさせていただきましたね。はい、ありがとうございました、皆さん。有意義なお正月をお迎えください。あ、まだクリスマスも来てなかったわ。